久保さん、ブルースリーに行きましょうか。ブルースリー。これなかなかいいんじゃないですか。知るだけでは足りない。応用せよ。決意だけでは足りない。実行せよ。深いっすね <laughs>。知るだけでは足りない。応用せよこう。応用せよっていうのは素晴らしいですね、まあ。決意だけでは足りない。実行せよ。まあ、これはまあ、まあ、まあね、まあよく行動しろみたいな話を、まあ、ずっとして,してきてるので。 知るだけでは足りない応用せよっていうのは素晴らしいと思いますね。うん。まあ、どれだけ応用できるのかっていう。まあ、このね、奥間少女合宿のこのビヨンドシリーズは、まあ、格言をこう引っ張ってきてね、まあ、展開してこう、まあ、それを広げて、なんかいろんな解釈して、こう、伝えてるんですけども。まあ、これ応用ですよね。<laughs> 展開応用ですよ。だって別に自分が言った言葉じゃないんですよ。 自分が言った言葉じゃないんだけど、じゃあそれを知りました。で、それをしし、その格言なんか誰でも調べれば、ね、僕しか知らない格言なんて、な、久保さんしか知らない格言も、もしかしたらあるかもしれないですけど、多分あんまないんじゃないですか。結構有名どころ行ってるんで、まあマニアックなやつは、久保さんしか知らないとか、僕しか知らないっていうのはあるかもしれないですけど、結構まあ大御所ね。まあこの大御所を,を上げてる理由も、まあ SEO 的にちょっとあるんじゃないかなみたいな。 ま久保さんもあると思いますけどね。たまにその鍵括弧でね、なんかその複合キーワード入れたりとかして,してますけど、久保さんもね。<laughs> それは何でかっていうと、まあ、検索を狙ってる部分もあるってことですね。検索流動をね。うんまあ、応用してますね。いろいろと。言ってらっしゃる。